こんにちは、ナビゲーターのリンです。いつもご視聴いただきありがとうございます。絶滅した巨大生物といえば皆さん何を思い浮かべますか？やっぱり恐竜ですよね。しかし実は恐竜以外にも大きな生物がこの地球上には存在したのです。今回はすでに絶滅してしまった恐竜以外の巨大生物をご紹介していきます。それでは行きましょう。衝撃。かつて地球を支配していた巨大な絶滅古代生物4選。ヒタノボア。ヒタノボアは史上最大のヘビと言われており、約6000万年前に生息していました。その大きさはバス1台分に匹敵する13メートル前後、重さ 1.135 トン前後と見られています。地球の気温が現在よりもはるかに高かった6000万年前、現在のコロンビア付近の熱帯雨林を支配し、クロコダイルを餌にしていたそうです。アナコンダで平均4から6メートルと言われていますので、その約3倍と考えると大きさが伝わってきますね。ヘビは自ら体温を調節できない変温動物のため、地球が現代よりも温暖だった時代に隆盛を誇り、気候の変化に従って絶滅していったと考えられています。ギガントピテクス。ギガントピテクスは史上最大の霊長類です。身長約3メートル、体重約300から540キロに達すると推測され、約100万年前から30万年前に中国、インド、ベトナムなど東から南アジアに広く生息していました。ちなみにゴリラのオスが身長170から180センチメートル、体重150から180キロ程度ですので、いかにギガントピテクスが巨大かがわかります。またキングコングのモデルとしても有名ですよね。しかし30万年前あたりを境にして、それ以降確認されていません。サルコスクス。サルコスクスはジュラー紀前期アフリカに生息していた巨大なワニです。全長は11から12メートルと推定されています。デイノスクスと並び、現在知られている中では最大級のワニだそうです。ちなみに現在地球上に生息している最大種のワニがイリエワニです。イリエワニのオスの平均は全長5メートルですので、単純に倍以上の全長です。人間で例えるなら4メートル近い人類がいたと想像すれば、そのありえないサイズがイメージしやすいのではないでしょうか。メガロドン。メガロドンは約1800万年前から約150万年前にかけての海が比較的暖かかった時代に生息していたサメです。その全長は13から15メートルだそうで、クジラ類などを捕食して生きていたそうです。絶滅理由として考えられているのが、大陸棚の海水温低下とクジラが寒冷な海域に逃げ込んだことによって、その生態的地位が存在しえなくなったためとされています。変温動物であるサメは、高温動物であるクジラのようには低温の環境に適応できないのが弱点だそうですね。はい、この話題を最後まで見てくれてありがとうございました。もう大きすぎて頭の中では全然想像ができません。怖すぎますよね、こんなのと実際に対峙したら。だって普通にクジラとかでも、なんならクジラとかじゃない、マグロとかの大きさだとしても、海にね潜っててね、そんなのと鉢合った時にはもう死んだって思いますよね。もう でかすぎというか、だってクマとかでもあったら、あ、死んだわって思いませんか？あんまりそんなクマに出会ったことがある人がいるかどうか分かりませんけど、剥製とか見るだけでもかなり、今のねそんなに大きいとされてない動物たちでさえかなり迫力があるにもかかわらず、こんなクジラを餌にしてましたとか、こんなのがもし目の前にボーンと現れたら、もう
ああこれは終わったわみたいになりますよね絶対。いやー恐ろしい。あちょっとなんか見てみたい気はしますけど、でもなーなんかいない方が安心安全ではあるかなと思わなかったり、複雑ですね。やっても見てみたい。さてあなたはこの話題をどう思いましたか？すごすぎる世界って不思議だなと思った方はぜひグッド評価をお願いします。またあなたの気持ちをコメントしてくれたりチャンネル登録をしていただけると今後の励みになりますので、ぜひナビゲーターリンの応援よろしくお願いします。それでは本日もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。